明日天気になれ。第6回手作りマルシェ作家さん紹介します。みそらさんです。はい、この方は革小物、はい、そうなんですよ、はい、貴重なレザー、そうなんですよ、作家さんでいらっしゃいまして、木工もやってる、なんかね、いろいろあるんですよ ね、はい、なんですよ。で、この辺だとヘアアクセですかね、はい、すごい可愛いですね、なんか大ぶりで、はい、ただ縛るだけで絶対可愛くなれるヘアアクセですね、うんうん、なんかお財布とかも売れてたような気がしたな、なんかお財布がすごく人気だったみたいです ね、 ですね、前回、うん、なのでこの方もちょっと本格的な感じの方、はい、実はですね、はい、ここだけの話です、ね、はい、娘さんが大手焼きを、あ、やっぱりあんまり言わないか。うちの関係のお店でバイトしてくれてます。ありがとうございます。ありがとうございます。え、すごいですね。でもお母さんこれ作れるってすごくないですか？いや、すごいんですよね。私、お母さんこれ作れる人だったらアクセ絶対もう買わないですけど、ね、確かに。お母さん作っといて、みたいな。すごいやりますけど、うん、すごいよね、うん、大抵のもの作れそうだもんね、いいですね、羨ましい、すごいですね、知らん、はい、お財布とかアクセサリーですね、はい、どんな感じのが今回来るのかも楽しみにしてます、人気の作家さんだと思います、はい、グータランコさんです、はい、なんかグータランコって名前も可愛くないですか、そうですね、この方も個性が爆発してますね、そうなんですよで、この方はですね、このおじさんのブローチがすごい印象的な方ですね、で、前回は旭川の方に出していただいたんですけど、はい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 、私も実際に買って、はい、キーホルダー買ったんですけど、よく買ってますね、そうなんですよ、いやだってその時買わないともう手に入りませんから、そうですよね、はい、そうですよ、もう戦争なんですから誰よりも早くっていうのをモットーにマジか、知ってますか、お店の人なのにいいのかね、それで、でですね、はい、このゆるキャラなおじさんが、はいはい、なんとも可愛らしい感じですね、はい、なんですけど、キーホルダーとかもすごいおしゃれな感じのテイストのものあったりとか、うん、はあ、いろんなのがあるんですよね、本当だ、でこっちだとこういうちょっとおしゃれな、ね、うん、落ち着いた感じのアクセサリー作られてたりとか、さっきのおじさんが作ってた人とは思えないおじさんがじゃないおじさんを作ってたんですね、おじさんがそうなんですよ、だからすごいいろんな多方面な感じのテイストですね、うん、すそうなんですよ、これすごい可愛いので、今回は、はい、北見店ですかね、お、そうですね、はい、ぜひぜひ皆さん見てみてください、はい、ロニードロップさんです、はい、はい、でこの方はですね、羊毛フェルトの雑貨さん、雑貨を作ってる方ですね、はい、はい、で普段は東京を中心に、はい、活動されてるということで、すごくレアな感じですね、北海道のイベントに出てくださってるので、うん、よくぞ見つけてくださいました、そうですね、うん、こっちからあれかな、誘ったパターンかもしれないですね、そうですね、で、羊毛フェルトを使用した可愛い雑貨、可愛い、うん、を作ってらっしゃるんですけど、うん、なんかこの目が何とも言えないですね、そうですね、この顔立ちが、そうですね、うん、すごい可愛いですね、なんかもうキャラとして成立してる感じですね、うん、で、なんかこれ、なんかなんて言うんですかね、モンチッチみたいな、あ、めっちゃ可愛い、可愛い可愛い、ほっぺがぷくっとしてて、うんうん、人だけどな多分そうですね、はい、なんかこの顔立ちがすごい可愛い、どれも可愛い感じで、可愛いね、うん、いいです
ね。いいですね、うん。カラフルな感じでもあるので。うん、愛嬌あるんだ。あ、そうですね。ね、それですね、ね。はい。ということです。はい。はい、プチストーンさんです。とパワーストーンを中心にアクセサリーを作られている方になります。なんかブレスレットとかピアスとかキーホルダーを作成されてますね。で、ブレスレットはやっぱりこれからみんなつけるのですごい需要高いと思いますね。そうですね。かわいいですね。なんかヘアゴムとかもすごい使いやすい感じのデザインで。うん、かわいいですね。でもすごくないですか、ブレスレットも作って、はい、ピアスも作ってキーホルダーまでいろいろ作れるっていう、ね、いろんな種類がありそうです ね、 ね、うん、すごい楽しみですね。はい、はい、ロモさんです。あ、この方も貴重なレザーの方かな。そうですね、うん、この方もはい、レザークラフト、布雑貨、はい、木工など、はいはい、いろんな素材でハンドメイドをしているということで、すごいですね。前回はですね、ポーチやヘアアクセが人気だったということですね。でも結構こう使いやすいような布小物もたくさん出してくださってますし、はい、なるほど、はい、あとは手に取りやすい価格、はい、なんかレザーとか木工って聞くと結構高いっていうイメージなんですけど、はい、結構買いやすいお値段で、はい、作られてるということで、このヘアゴムもめっちゃ可愛いですね。レザーのゴムとかってあんまり見たことないので、あ、なるほど、うん、珍しい感じです ね、 いいね、うん、お友達と色違いとかでつけてもかわいいで、ロモさんでした。コトさんです。コトさんはアクセサリーを出してくださってる方ですね。またこれちょっと違ったテイストで。そうですね、なんだろう、なんかすごいおしゃれな感じですね。なんかこうアンティークって感じですか、うん、前回はブッダナッツっていう植物を使ったアクセサリーとかが人気だったみたいですね。アクセサリーなのかな、なんか雑貨ですかね、はい、がすごく人気だったということでした。こちらですかね、この2枚目のお写真がブッダナッツですかね、はい、あ、そうなんですね。なんかこういうアクセサリーからインテリアまで幅広く使えるという感じの作家さんでございます。はい、第6回手作りマルシェ、5月29日土曜日から6月6日日曜日までの9日間、ナチュラルハイ北見、ナチュラルハイ長山店で開催しています。皆さんぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。